夫人のツイッターから発信される、コミカル、ほのほのとした投稿を機に、赤井秀和一,一家にポットが当たっている。父は元ボクサーにし、俳優。娘はモデル、息子はボクサーとそれぞれ道を行く、赤井ファミリー。夫妻同伴でのインビューで家族の現在について話を聞いた。前2の2回目。 前編を読む、よしこさんのツイッターか、赤井さんの予想外のキャラクターが明らか、なりましたが、赤井家では、お子さんたちもそぞそれにご活躍していますね。特に長男の A、ローさんは、お父さんと同じプロボクサーの道、進むことが決まっています。赤井私がボクシングをやれと言ったことは一度もないんです。どうね、きっと小さな頃から周囲に散々こと、出ていたんでしょう。お前もボクシングやる。 かと。でも、子供って、やれ言われたら、反発す、ものじゃないですか。だから、英語ゴロも幼稚園、時からずっと、ボクシングなんか絶対にし、りと言うてたんですよ。よしこところが17歳のと、に、突然私に、ボクシングがやりたいと言ってたんです。彼は小学校6年生からハワイに留学、ていて、ラグビーやアメフトに打ち込んでいい、はずなんですが、 赤井がボクシングを始めたが高校生の時だというのを知っていたの。本気で始めるなら今しかないと思ったん。少年。それはご両親としては意外な選択ですかよしこそうですね。ボクシング親、欲しいと思ったことは一度もありませんし。出が夏休みに帰ってきた時に突然、目に涙、いっぱい溜めながら、ボクシングをやりたい、思うんだけどと言われて、まさに晴天の霹靂。した。ただ、 だから、学校を辞めて、アルバイトを、ながら、ボクシングをやりますというので、学、だけはちゃんと卒業しなさいと言ったんで、結局、英語郎は、向こうで、寮生活を送っていた。で、学校に通いながら、ボクシングをやれる感、がなく、その話は、なんとなく、立ち消えました。で、でも、赤井に、あの子、ボクシングやりたいら、いいよと話したら、嘘やろ。ほんまか、と、 これま、の結婚生活でも一番じゃないかというくら、喜んだのを覚えています。赤い,いや、空嬉し、だですよ。自分の息子が、自分が命がけでやっていた道を歩んでくれるというのは、